はい、今日の何それ先生、今日は富山公園です。はい、すっごいあの梅も咲いてて気持ちいいですよ ね。じゃあ撮っていただきます。はい、今日は起伏の激しい公園で上がったり下がったり砂を歩いたりとかしました。ここは上り坂です。もうすでに私が今日習った中で、あの、ぶれちゃうのが、右足の位置が悪いのは、左足の押す力が、あの、良くなってっていう、本当に共同作業なんですね、右と左との。今日はここを歩いてみます。ここも結構歩くと。そっち行くの？大丈夫？そこは喋らずに集中していった方がいいよ。もう今この川の音が気持ちいいなっていうところ、最初はなんかビクビクしてて何の音も聞こえないんですけど、だんだん、あ、気持ちいいな、鳥の声が聞こえるなとか犬が吠えてるなとか、そういうのが分かってきて、はい、はい、撮ります。ぜひ皆さんも見学体験しに来てください。楽しいです。仲間になりましょう。